ファローズスペシャルステージスタートさせていただきます。ホームランを打ちたいの虹のようにでは拍手でお迎えください。西勇輝投手です。昨年2012年ですね、はい、振り返ってどんな年でしたか？いや前半戦は、まあ、普通にできたんですけど、はい、まあ、オールスターから、まあ、肩を下してしまって、まあ、思うような成績が出ずにすごくチームに迷惑かけたなって思いましたよ。まあ、それで1ヶ月かかりましたけど、まあ、復帰できて、まあ、3戦目に、まあ、ノーヒットノーランということができて、まあ、すごく良かったです、はい、オフのお話もちょっとねお伺いしたいなと思うんですけれども、実は最近ブログを始められたんですよね。はい、始めました。そのブログの中にも書かれてたんですが、自主トレで今佐賀の方に。そうですね、はい、はい、どうですか？いやいつも一人でやってるんですけど、すごく厳しい練習ですね、はい、正直。今回はあの何名かの皆さんで、あちらの方に行かれてますか？そうですね、はい、真原さんとか、鉄さんとかいて、まあ、寺原さんとかいるんですけど、もうすごく楽しくやってます、はい。あのブログにも書かれてたんですけど、なんかバドミントンの、はい、秘密特訓。はい、そうです、バドミントンの大会があるんですけど、まあ、大会というか、ちょっと遊び半分でやってるんですけど、はい、負けたらすごい罰ゲームを待ってるので、負けられないってことです。ちなみにその罰ゲームっていうのは、それは内緒です、はい、それはちょっと秘密なんですね、はい、真原さんから言うなってるから気になりますね。一体どんな罰ゲームが待ってるんでしょうか？ちなみに今の勝率はどうですか？いや一応2連覇してるんですよね。鉄さんとペア組んで負けたことがないって感じです、はい、なるほど。さあそんな今はね、あのオフのシーズンを迎えられてるわけですけれども、まもなくキャンプも始まりますが、はい、今年のキャンプ意気込みどうでしょうか？いや、やっぱり同級生が入ってきたので負けられないなっていうところと、まあ最初からキャンプもアピールしてローテーションに行けるようにやっていきたいなと思います、はい。じゃあまああのこれは厳しい質問になるかと思うんですが、今年は目標何勝を挙げていただけますか？いやもうずっと言ってるんですけど、15勝を目指してないです。15勝いきます、はい。お、今年も湧き上がっております。皆さん15勝とファンの皆さんからの質問コーナーを受け付けたいと思います。あの憧れてるピッチャーの方っていらっしゃいますか？憧れてる選手っていないんですよ、自分。あ、いらっしゃらない？はい、もう自分自身頑張っていけば憧れられるような選手になりたいと思ってます。おー、なるほど。ノーヒットノーランした時、自分にご褒美みたいなのをしたんですか？エルメスのサイフトバッグです。おー、一流ですね。やっぱり一流の選手はね、一流のものを身につけていただいて。前から欲しかったので。いやいや、もうそれすごいストレートが魅力的な投手だと、僕はあの本当に感動して見てるんですけど、はい、どのようなことを意識してあのようなキレのあるまっすぐなストレートを投げておりますか、教えてください。お願いします。難しい質問ですね。それは感覚で投げてるというか、まあ、そこは意識してないので、とりあえずコントロールだけ意識して投げてるので、ストレートはなんか後からついてきました。はい、すいません、こんな質問で、はい、ありがとうございます。はい、ただいまこちらの特設ステージではサイン会行っておりますが、こちらは事前に103番、アイオンキンのグッズが当たる抽選会を行いたいと思います。はい、では番号をお願いします。138番。トレーニングウェアの T シャツゲットです。おめでとうございました。いや今日は来てもらってありがとうございます。今シーズンはしっかり自分の役割を果たしてチームをなんとか優勝できるように頑張っていくので、応援よろしくお願いします。皆様大きな拍手でお送りください。ありがとうございました。ありがとうございました。いや意外に人が来てくれててすごく嬉しくて、まあ、トークショーもちょっと短かったですけど、まあ、すごく楽しい時間が過ごしましたね、はい。せや本当になんか真原さん曰く本当に言うなって言われたので。本当に言うな、はい、ちょっとすいません、はい。
1回ぐらいですね。あのスターバックスに来たぐらいです。はい、他はあんまり近いんですけど、寮からは近いんですけど、来る機会があんまりなかなかなくて、はい、いやすごくなんかアットホームな感じで、はい、すごくいい感じでした。今シーズンはしっかり自分の役割を果たして、まあ、森江監督に言われたように15勝をしろと言われたので、まあ、それに向かって今から必死に頑張っていくので応援よろしくお願いします。